これで第二階層罪人監獄は終わりだ。
今夜もなんとか乗り切ったみたいだね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるの。結婚って必要なの？私縛られたくないんだよね。いいじゃん、一緒なら。人間本当は自由が一番なはずでしょ。なんか意外だな。ん？いや、女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてるっていうかさ。けど、君みたいな子もいるんだなって。気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要はないってこと。だよな。何？いや。何？大丈夫？うん、ありがとう。優しいんだ。いや、これはその、ごめん。あと、俺明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。タバコの味でも嫌いじゃないよ。マジっすか。やべえ、つかマジでやべえだろ。やばいって。何が。だからその出会ったばかりのおしべとめしべがで何言ってんだ俺。あ、ていうか、何、なんか問題でもあるの？これ、浮気だよな。まずいことになったな。けど、強引についてきたんだし。つうか、飲みすぎだ。何も覚えてねえよ。いや、そんなにジロジロ見られると恥ずかしいんですけど。悪い。言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私、誰でもいいとかじゃないから。そこんとこ誤解しないでね。いや、あ、別に。ねえ、私のことも気に入ったんでしょ？え？なんつうか、それについては、不思議っていうか。何？こんなこと、初めてっていうか、信じられないっていうか。ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん。え？うわー！ごめんなさい。実は俺今日仕事って言ってたよね。仕事？まあごめん、もう帰るね。私も歯医者行かない。歯医者？歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当は、もうちょい一緒にいたかったけど。電話しかけといてずうずうしいか。じゃあ、またね。ちょっと待って、俺、付き合ってる彼女が。これは、事故でしょ。事故だ、事故だ、事故だ。
な。一生に三度来るっつうモテ期のラスイチのがついに来たってこった。モテ期なの？俺に会ったか？ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は五年前の同窓会だ。あれからキャサリンとも長いよな。ま、バレたらそれも終わりだろうけどな。はあ、マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けどバレなきゃいいだけじゃん。なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあ椅子乗り換えるってのはどうよ。結婚迫られるのは嫌なんだろ。同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだよ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃ分かんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの。マジどうするよ。こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそもすんなよって話だけどな。分かってんだよ。いいよなお前は気楽で。バーカ、気にしたってしょうがねえんだ。女なんて大事にしたっていつ裏切るか分かんねえんだから。それよりどうせ別れんなら紹介しろよ。今日かわいいんだろその子。写真とか。それかよ。んなもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。あ、いや、たく困ったよな。ねえ、この話知ってる？あのね、落ちる夢ってやつ。あ、いや知らねえけど。夢で落っこって死ぬとリアルでも死んじゃうんだって。友達の彼氏がね、なりかかったって怖くない？あ、そんなん本人しかわかんなくない。おい、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。ん？まああんま寝れてねえからさ。お前けどまあたかが一晩のことで真面目すぎんだよ。おい聞いたのか？聞けよ。知らないな、そんな子。え？そうなのか？てっきりお前らが声かけたのかなって。だけど、そんな目立つ子なら絶対気づくと思うんだけどね。つうかね、言わせてもらいますけど、あんたらみたいな人たちがいっから自分に回ってこないっすよ。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと飲まねえよ。そういやトビーは年上好きなんだっけか。娘の年上のお姉様に罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。ちょ、違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふん、じゃあ私が遊んであげよっか。え、ゆりかさん、私のピンヒールって結構癖になると思うけど。おい、エリカ。それよりあれ聞いた？女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。